も無理ですあんまりもたもたしてたら犯罪心も完全に復活してしまうですしギアちゃん気分が優れないって部屋で寝てるですどうにか犯罪心が完全に復活する前に間に合ったですねギアちゃん 今日を逃したら次はいつ会えるかわからないですから。もう長いこと自分の仕事をほったらかしにしてたですし。ダメですよ。ギアちゃんはもう一人前の女神なんですから。これで一生会えないってわけじゃないですし。